あ、どうもレザー、おねだりです。えー、まあ、一応、今まで2回ほどね、まあ、その、拡散希望ということで、まあ、告ズ動画を作りたくて、まあ、ニコドードに対するやつですけど、まあ、あの、2回ほど開けさせていただきましたけども、ご覧になっていただいて、今回の動画を見ていただきたいと。まあ、 今回で一応言うことはもうほぼ終わりだと思ってます。ただ、まあ僕のアカウントそんなにあのー、コメント来るあれじゃないんで、まあもし今後、まあ万が一ですけど、だからそのコメントの数次第でもし動画一本作れるようでしたらまたあげるかもしれませんけど、一応僕の言いたいことはもう今回で終わりってことでご理解いただきたいと思います。 えっと、今回ですね、一応あのー、まあ、あこの前、ニコ動に、まあ、その動画を上げさせていただいた際に、あの、まあ、ちょっと、ちょっと文章をね、あのー、まあ、掲示しました。そのニコ動の、まあ、その、概要欄にね。ちょっとあの、これはね、ちょっと一部の概概、概要欄は一部ですけど、ちょっとこれはね、あの、今の読み上げますんで。ニコ動運営様、えー、私が詐欺というならば、勘違いは甚だしいです。 あの一件、まあ、つまり、あれですね。まあ、詐欺っていうコメントですね。あの一件がきっかけとなりましたが、同年、えー、今年ですね、2010年、二千二十年 <laughs>、8月15日までに、えー、一応これ2つ、あのー、条件を、あの後ほど何の条件かをお話しますけど、条件をつけてます。えー、8月15日までに、一プリタルの全消去、 まあ、やだからその、ニコードの自分の動画についてる北極星とか、まあ、いくつかあるんですよ。あのカラオケのやつもほんにほんの一部ありまして。その、ストプリタグの全消去。もう一個。えー、北極星の、えー、広告ポイントにおけるニコニコポイント獲得を証明する、えー、内訳の開示。えー、まあ、 この2つを条件としてました。まあ、その条件っていうのは、要はその、ニコ動にあ自分の動画を上げるのを復活させる条件です。はい。で、まあ、その2つの条件を満たさない場合は、えー、レジャー木村のニコ動における動画全消去、アカウント消去を必ず実施します。これは脅しではありません。要望を縫えばいいだけなので、簡単かと思います。 何卒実施をお願いします。ということで、えー、この文章を今掲示しております。もし8月15日までにそれを、まあ、やってくれれば、まあもちろん、あの、言ってる通り、まあ、ニコ動は復活させるつもりですけども、まあ、いかんせんね。いかんせん。僕の話なんて聞くわけないので、多分無理でしょう。はい。 まあ、もともとその、嫌、嫌悪感を嫌いてしまったっていうのもありますけどね。で、じゃあ、とりあえず、今回の動画で一つお願いがありまして、あのー、まあ、できるが、できるだけね、やっぱそのコメントが欲しいと、いうことは前お話し,しましたけども、まあ僕自身本当欲しいんです、これは。あの、なぜかって、やっぱこの、自分の言ってることが間違えてる、 もしくは合ってる。その証明が欲しいと思ってます。あのー、今回、その、ニコドに関して言わせてもらうと、その、自分が間違えてるかどうかっていう証明も,もちろん欲しいんですよ。結局、まあ。合ってるっていう証明が欲しいんです。でもだから、今のままでいいはずがないってことなんですよ。あのー、僕もね、 一応少なからず、その多い人から比べては本当に少ないんですけど、まあ、40、40人程度かなは、まあ、あの、まあ、いるんですよ、フォロワーが。ニコ道に。まあ、だから、言ってしまえば僕の行為って本当にニコ道のフォロワーを無視した行動なんですよ。もちろんそれはやっちゃいけないことなんですよ。それは分かってるんです。でも、やっちゃいけないことやらざるを得ないんです、これ。それぐらいのことされたもんで。うん。 ま、あその、何をされたかっていうのは、それこそだからさっき言った通りで、あの、1回目と2回目の動画を見ていただかなきゃいけないので、それは本当に先見てほしいんですけど、見てからこの動画を見てほしいんで、はい。で、一応、その、コメントをもらうためにちょっと効率よくさせたいんで、質問をね、7つほどご用意しました。ちょっとじゃあ、それを読み上げますね。1個ずつ読み上げて、説明はします。 まず一つ目。なぜ、ニコ動はストップリを押すと思うと。まあ、僕から見ればこんなの具のこ張ですよ。実際。だって、ストップリだけじゃないもんね。世の中にいる歌手もアイドルも。まあ、その、なんでしょうね。まあ、言い方は悪いんですけど、本当に言い方は悪いと思っていますけど、あの、ストップリって、 顔も出してないのに、なんでそんなに売れてんのっていう疑問もありますし、あの、顔出してる人、俺もそうだけど、顔出してる人に悪いと思われるかっていう <laughs>、そこもあるし、あの、もっと言うと、その、ストーブリスナー、まあ、素振りのファンのことをストブリスナーって言いますけど、ストーブリスナーが、<laughs> あの <laughs>、何を思ってんのか、あれを漫画を見てかっこいいと思ってる、かわいいと思ってる。 うん。歌が上手い下手は釣らさっておいて。まあ、そうやって歌手だから歌を負けなきゃいけないんで。だから、その、だから、なんでこんなリュックスの話になれるのかが分からない。っていうことですね。まあ、それはいいんですけど、結局だから、ニコトはそこまで人振りを押す理由が分かんない。とにかく。うん。あの、別に社会現象、社会現象って言うけど、申し訳ないけど、そんなテレビで見ないもんっていう。 チームで見ないもんっていう話ですよ。うん。なんで押すのかなって話です。二つ目。スっプリは本当に上から来るぐらい偉いのかっていう。<laughs> まあ、偉いというならば、らその上から来る理由。だから、その、まあ、今となっては、それこそ CD をデビューしてるプロですよ。プロの前から偉そうだったんですよ。だからもうだから、 前から話してますけど、ジャニーズジュニアみたいなやつが上から来たんですよ。そんな話あるかっていう話ですよ。でまあだから、今の段階でね、今の段階で、それこそ、ソプリと会ってれば、少しは言うことが聞きましたよ。こっちはね。だけど、もう、相手素人だから、まだその頃ね。素人が何素人に指導してんだっていうね。まあさ、もう、今ソプリって言ったけど、ニコドの文化としておかしい。そんなのは。<laughs> そうでしょ、普通に。 だってね、あの頃、ま、もう一回言うけど、<laughs> 一般人が <laughs>、一般人に偉そうに物言ってくるって何なんだと。で、だから本当に偉いと。言うなら、言うんであれば、なんでそんなに偉いんだと。<laughs> だからまあ、これはストプリに限らずだから、本当これは。そうだから、二コ動で、だからその、プロデビューする前に上から来られたっていうね、それは気に入らないんですよ、結局。人プりが気に入らないっていうか、 その文化は気に入らないっていう話です。三つ目。まあその、あ,あこれさっき言ったな。あの、顔出さない人たちにルックスがいいってどういうことっていう。<laughs> あの、ルックスってさ、やかぱこうやって自分みたいな、俺みたいな感じでさ、こうやって顔さらして初めてさ、ルックスの話なんじゃん。まあ俺のことは別に、俺は別にルックスどう,どうのことは別に言われるつもりないから、言われるつもりじゃないし、言われるつもりないから。うん。そんなこと、そんな40歳のおっさんがね、 <laughs> しらしそれはいいよ、そんなの。ただ、だから、漫 <laughs> 画じゃんっていう <laughs>。本当に俺そう思うわ。漫画に対してかっこいいって何なんだって疑問がすごい、これは。うん。まあ、これはいいとして、あの、まあ、これに、まあ、いいとしてっていうか、これに関連して4つ目。ただ、その、顔を出さない人にリックスがいいって言ってる人たちに対して嫌悪感を持っちゃいけないのっていう <laughs>。 ことですよネットでこうやってあの音楽を上げてる人がね、<laughs> そういう人に嫌悪感を持っちゃいけないのかっていうね。っていうことですよ。正直僕、嫌悪感ありますよ。本当そういう意味は。マジで。うん。あの、だって実際顔出してないじゃんっていうね。顔出してない人に対してかっこいいって何なんだっていう気持ちがダメなのっていう、うん。そもそも感が、そもそもな話、これは。では、5つ目。で、 ま、あこれ、YouTube だから、このこれを聞きます。本当に。YouTube だけど聞きたい。そもそもニコ動に嫌悪感を抱くのおかしいのかっていうことですね。あの、僕の周りでは嫌悪感っていうか、ニコ動そんなに良くないよっていう人多いんだけど、やっぱあ、音楽を上げてる人って、ニコ動のこと嫌っちゃいけないのかなっていうね。どうなんだろうこれ、本当に。それは聞きたい、本当に。うん。だっそうじゃなくて、ね、同じ、 動画サイトで、ま、あ本当に日本で唯一って言ってるぐらいの動画サイトが、エコ引きしてるから嫌だって言ってるけど、それがダメなのっていうことですね。うん。なんか、俺、そんな、ねえ、だって、ニコ動そんな俺、むしろ被害食 <laughs> らってるからね,俺ね、俺俺がね。被害者でマジで俺。うん。と思っちゃいけないのかっていうことですね。6つ目。えー、っと、 ニコ動は、詐欺団那と考えていいのかって。あの、前話した、だから、あれですよ。700万ポイントの話。<laughs> あの、700万ポイントのうち、帰ってきたポイントが、6000ポイントっていう、その話。うん。あの、本当に俺、まず消すつもりだから、あの、6000ポイントはもう、ありがたく使わせていただきます。とりあえず。仕方ないんで。それを使って、あの、幸福をあげてますあ。その、まあ、抗議というか、だからさっきの条件 の話をもう動画にしてるんで、その動画はもうとりあえずもうやったらあと使って、いろんなもん使って、もう,もうとりあえずもう広告を上げてる。うんで、だから、それを元にやってるから、それをだからね、詐欺ですって俺も言ってるし、多分言ってるはずだから、うんそ,れだその考えはダメですかっていう、ね、話。最後、まあだからこのね、 ニコこの YouTube の動画、うん。あのー、この内容、だからその、抗議したいって内容とかも含めて、この話に関して、え、ジャー木村の言ってることは間違えてるのかってことなんですよ。これも本当にそもそもの話。これが一番そもそもの話。俺ってこと間違えてるかってことなんですよ。だからそのね、一つだけ言わせてもらうと、この、 質問上の答え次第で、ニコ同への考えを難化させるつもりです。あのー、だから自分が悪かったと思うなら、本当に悪いと思わせてくれるなら、って言い方がか正しいか分かんないけど、俺のや,や,やってることが間違えてる、正しい、どっちでもいい、納得させてほしい、やつ。納得させてほしい、本当に。納得いってないんだよ、本当に。いろんなことが。納得いってない状態でやめなきゃいけないのはすごい嫌だ。 うん。納得させてほしい。なやめるにしても続けるにしても。もう YouTube を使って、俺は、これは、あのー、もう、訴えたい。これは、本当に。あのー、納得させてほしい。とりあえず。もう、俺はわかんないから、いろんなことが。俺のやり方間違えてるのは間違えてるって構わないし、合ってるの合ってるって構わないから、とりあえずそれ返事欲しいとね、もう。もう、とにかくコメントが欲しい。もう、本当に。コメントをくれないと先進めないんですよ。まあ、仮に、もう言ってる以上はもうね、 8月15日まで何にも変わらなかったら俺本当やめたり得ないから。もう、まあ追い込んでるっていうか、俺はもう、今となった二五度は許し、許しちゃいけないっていうかもう、うん、憲法感しかないね。とりあえず <laughs>。その憲法感がいけないのかっていうことと、だからその、いろいろ言ってきたその動画とかも含めて、間違えてるかどうかの確認もしたい。ので、テストの皆さん、コメントくださいとりあえず。これで、一応、 あの告発動画というか、拡散希望の2コードの話はこれでもう全て言い切りましたんで、多分これは自分から発信することない。あるとすれば、だからさっき言った通りで、あのー、コメントがあれば返事をする機会がもしあれば、万が一ね。万が一そういう機会があれば、まあ、よっぽど聞いてね、そのコメントがやたら来て、それで返事をすることになるんであれば、もしかしたらこう、まあ、動画上げるかもしれないけど、 一応僕の方からの発信はこれで終了。ってことで、一旦終了ってことで、よろしくお願いします。とりあえず本当に何回も言うけど、コメントください。本当、わからないんでコメントください。本当に。それだけはお願いします。以上です。ありがとうございました。以上、決めました。